皆さん、こんにちは。井上尚弥に惨敗したタパレスが試合後に語った本音に一同驚愕。今日は、井上尚弥さんのことについて紹介します。まずは、井上尚弥さんの経歴とプロフィールから紹介します。井上尚弥は、日本のプロボクサー、神奈川県座間市出身。大橋ボクシングジム所属、現 WBA スーパーウブチフーボ世界スーパーバンタム級統一王者、元 WBC 世界ライトフライ級王者、元 WBO 世界スーパーフライ級王者、元 WBA スーパーウブチフーボ、スーパー世界バンタム級統一王者、世界4階級制覇王者、26日に行われたボクシング、世界スーパーバンタム級4団体王座統一戦で、オーブ攻防王者の井上尚弥が、オーベーブフ王者で、悪夢の異名を持つ、マーロン・タパレスを10回1分2秒KO で下し、テレンス・クロフォードに次ぐ史上2人目、史上最速5年7ヶ月で2階級での4団体統一を成し遂げた、モンスターが見せた終盤の、右ストレートでの圧巻の KO 勝ちは、海外にも衝撃を与えた。米スポーツ専門局 ESPN のマイク・コッピンジャー記者は、戦うごとに井上尚弥の偉大さを一言で言い表すことが困難になってきている。彼は新次元、歴史を塗り替えることをやめないからだと評し、現状で ESPN のパウンド・フォー・パウンドでは2位に位置づけられていることに、彼が1位であることには十分な議論がある。この男と競争できる人はいるだろうかとした。次戦の相手は元世界2階級制覇王者のルイス・ネリが有力とし、その後は豪州のグッドマンになると予想。その上でネリとグッドマンはどちらも才能があるファイターだが問題にはならないだろうと井上勝と分析した。業界最高権威の米リング氏はファイター・オブ・ザ・イヤーの有力候補となったとし、同氏の PFP についても議論を始めようとした。現在井上は同氏の PFP で2位、1位はクロフォードとなっている。プロボクシング、WBA スーパー、WBC、IBF、WBO 世界スーパーバンタム級王座統一戦、WBA スーパー、IBF 世界同級王者、マーロン・タパレスは WBC、WBO 世界スーパーバンタム級、王者井上尚弥に10回1分2秒計を負けし、4団体統一はならなかった。10回まで井上の強打に対して、顔色を変えずに耐えていたが、最後は右ストレートでキャンバスに沈んだ。試合後は泣きそうな表情を見せて悔しがり、記者会見では、井上のスピードがとにかく速く、ついていくことも、タイミングを合わせることもできなかった。パンチも強かったと白旗を上げた。試合後、母国フィリピンの英雄マニー・パッキャオから、すべてを出し切って世界最強の男に負けたんだ。フィリピンのプライドを見せてくれた。誇りに思うとのメッセージが届いたという。試合後の会見でのタパレスの一問一答、今の気持ちは、まず、神様に感謝したい。幸運の女神はいなかったが、井上と戦った感想は、改めて、井上選手は、ボクシングがうまく、スピードがあった。敗因は、井上選手はスピードがあって追いつけなかった。タイミングを合わせることができなかった。最後の場面はダメージの蓄積か、井上の右の強打か、井上選手にパンチをきれいに決められた。試合前に井上選手の隙を見つけたと言っていたが、できることは全てやり尽くした。それだけ、これから井上と戦う選手にアドバイスはあるか、グッドラックだ。体の状態は、実際に浴びてみて、井上選手のパンチは強かった。どのパンチが一番効いたか、オーブ攻防王者の井上尚弥が、オーベーブフ王者のマーロン・タパレスを10回1分2秒 KO で下し、テレンス・クロフォードに次ぐ史上2人目、史上最速5年7ヶ月で2階級での4団体統一を成し遂げた。驚くべきは、2階級での4団体を制覇した。期間が経った1年ということだ。これは、クロフォードの6年を大幅に更新する世界最速となる。バンタム級とスーパーバンタム級は 1.82 キロ差。ここでの2キロにも満たない差が、ボクサーにとってはとてつもなく大きい。階級を上げる難しさは、多くの名選手が経験している。減量から解放されることで、練習の質や集中力には効果を出す。一方で、相手のパンチ力や耐久力も当然増すため、攻撃が通用しなくなったり、防御で自分が耐えられなくなったりする。その階級に合った体作りには、数試合、1年ほどかかる選手が多い。元3階級制覇王者の長谷川穂積氏は、自身がバンタム級で柔道防衛後に、1階級飛ばしてフェザー級に上げ、初体感から11年後にスーパーバンタム級を制して、3つのベルトを手にした。階級を変えるタイミングの機微を経験した中で、ボクサーの適正階級について、ナチュラルウェイトから減量しても、
最もパンチ力が乗る体重と説明していた井上は、7月のフルトン戦で初めてスーパーバンタム級で戦ったばかり。しかし5ヶ月後のこの試合の前日計量後には、フィット感はかなりある、体を作る過程でこうしたらいいというのが見えて、前回よりもっとプラスに仕上げることができたと話していた。防御に優れたタパレスは、体重を後ろ足に乗せて相手から顔を遠ざけ、うまくダメージを受け流すパンチの受け方をしていた。その相手に井上は、判定が頭をよぎったと話したが、それでもダメージをしっかり蓄積させ、10回の強打で決着をつけた。今が最もパンチ力が乗る体重であることを証明した。 47.97kg のライトフライ級から 55.34kg のスーパーバンタム級まで、井上が4階級を転級する中で非力さを見せたことはない。常に適正体重へと持っていく。フィジカルを完璧にコントロールできるのは、地道な努力はもちろん、テンプの差もあるだろう。その王者が限界級を適正階級と言い、来年もここを主戦場にすると明言している。自分の力を最大限発揮できる場所で、どれだけの強さを見せるのかが期待される。井上尚弥選手の出身は神奈川県座間市です。関東最大級のひまわり畑があることで有名ですね。現在でも座間市に実家があり、父親の慎吾さんが29歳の時に家を建てたとのこと。2014年のフライデーでは実家前で撮影している家族ショットがありました。座間市のどの辺りに実家があるのか探ってみたところ、井上尚弥選手の出身小学校が座間市立栗原小学校であることや、慎吾さんが経営している株式会社明星塗装が座間市栗原にあることから、実家の場所は神奈川県座間市栗原ではないかと思われます。また井上尚弥選手も2019年に発表した自身の著書内で、結婚後の新居として座間に1億円の豪邸を建てたことを明かしていることから、結婚後も実家近くに住んでいることがわかりますね。井上尚弥選手には姉遥香さんがいることがわかっているのですが、とても美人との情報が上がっています。ここではそんな遥香さんについて探ってみました。遥香さんが美人と話題になったのは、テレビに映ったことがきっかけだったのですが、その当時の写真がこちらです。井上尚弥選手の試合に家族総出で応援しに来ることが多い井上へ、そのため試合に勝った時などはお決まりのように家族撮影があるのですが、そこに遥香さんも映っていたことから話題になりました。向かって左が母親の美穂さんで、右が姉の遥香さんです。遥香さんは井上尚弥選手より2つ上で、現在32歳ということで、結婚についても気になるところですが、現時点で遥香さんが結婚しているという情報がないため、まだ独身である可能性が高いのではないでしょうか。職業などは分かっていませんが、スポーツに携わる仕事をしているか、もしかすると父親や経営している慎吾さんの会社を手伝っているということも考えられるかもしれません。井上尚弥選手のセコンドや専属トレーナーをしていることでも有名な慎吾さんは、自身も元アマチュアボクシングの経験者です。株式会社明星塗装の社長で、他に不動産業にも携わっているとのこと。しかしほとんどが井上尚弥選手に帯同しているため、慎吾さんが出勤するのは年に1-2回、あとは独立したメンバーに任せていると過去に話していました。慎吾さんがアマチュアボクシングをしていた頃、当時小学校1年生だった井上尚弥選手がその姿を見てボクシングを開始、慎吾さんも真剣にボクシングに向き合って欲しいという気持ちがあったことから、現在に至るまで 100% サポートし続けたといいます。また2019年ワールドボクシングスーパーシリーズバンタム級準決勝でエマヌエル・ロドリゲス選手と対戦、その際の直前に行われた公開練習の際、ロドリゲス選手のトレーナーが慎吾さんを左手で突き飛ばすという暴挙に、その後実戦が行われたのですが、井上尚弥選手は2回に3度のダウンを奪って圧勝。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。